見た？そんなことある？ちょっと返して。こんばんは。今から断捨離をします。お青春太陽の激エモって聞いてる今。違う、なんかちょっと急にがめっちゃいい歌だよねってなって、 MV 見てて断捨離します。これからね、こんな時間から断捨離するっていう、ずっとゴロゴロしてた。あーすごいすごいすごい流れてる、ちょっと待って、すごい流れてる。え、怖っ、地デジにしよう。すごい流れすごい流れてるんだけど、怖っ。危な、ちょっと待ってくださいね。さて、はい、ということで、あ、テロップ入れようと思ったんだ。もう寒い冬に近づいてきてですね、あの、私のクローゼットの中も、パンパンでございます。ゴミ屋敷のようです。ということで、友達に断捨離を手伝ってもらおうと思いまして、友達が昨日から来てくれてます。昨日から、いや、あ、大丈夫。逆にこれ映したい、やめた方がいい。やめた方がいい。汚いかとか言って。違います、普通にお泊まりしてて断捨離しようかなって思って、いや、この人に断捨離をもともと手伝ってもらおうと思ってたんで。でもみんな断捨離配信が見たいって言ったので、今日は断捨離をします。見ての通り顔がむくんでおります。もう疲れすぎて、さすがにずっとゴロゴロしてたね。あと今日は祝日なので、あんま外にも出る気が起きず、え、祝日だよねということで、しましょう、早速。あ、ゴミ袋ない。あるかな。せいちゃん、あ、待って、ゴミ袋ないかも。あった。よし、ということで、ちっちゃい、うん、そう、うん、今日は断捨離をします。どんどん捨て入れでいきたいと思います。捨て入れでね、拍手。本当に尋常じゃないくらいあるんで、まあ主に今日は夏服ですね。まあ姪っ子にあげたりするものもあると思うんですけど、一旦じゃあいきます。このシャツ着ると思う？ちなみにグレイル着ない。着ない？どっちも着ない？うん、去年なんか夏流行ったじゃん、シアーシャツって。あー、その色いちいち報告する。こっちは着るかな。こっちは着る。こういうなんかシアーシャツが流行ったんですよ、キャミソールに羽織るシャツが。でも多分緑はもう着ないんで、油物食べました、昨日ポテト食べたね。あと何食べたっけ。私がラーメン食べた。あ、そうだ、私もモコタメン食べて、
案の定お腹下すっていう。これは安いので捨てます。 いるかなこれ。でも今年1回も着てない。でもグレイズだからな。どうだろう、どう思います。綺麗だけど、なんか最近着てる服とか最近ってか流行ってない、そもそもシアシャツが。もうあんま今着てる人いない。タックトで捨てます。まあ、また流行るんだったらグレードで増えると思うんで。あ、そのなんか賞味期限が切れてるから下したんじゃなくて、辛いものを食べてお腹を下したっていう感じです。これは捨てます。多分シアシャツとかメイク着ないと思うんで。さて続いて、これは一回も着てないね。え、可愛いのに。着るかな。なんか丈が絶妙でさ、それこれここに通すリボン、これでも多分着ると思ってる。え、うん、可愛い、好きそうな色。そう、T&Co。 うん、え、これはまだ着る。じゃあ着るかも。着ればよかったよ夏ね。もう終わっちゃうよ、もう寒いよそれ。もう着ないね、来年だね。うん、これは来年着ます。残すからダメなのかな。これは大人っぽいから残してるんだけど、見たことない。去年一回着た、着る。これもキティアンドコ。でも可愛いと思う。まだこれ2回くらいしか着たことない。これめっちゃ安いけど可愛いけど着ないかな。あ、ちょっとなんかさ安、うん、着てみ、着なさそう。今年1年着なかったってことは着ない。形はでも可愛いんだよね。でもちょっと安いんだよこれ。てか街中に着てる人いた。いや着ないな。うち私たちも捨てられるのでしょうか。どういうこと。違うよ、服だから。でも花柄好きだけど着ない気がするこれ。そう、うちも可愛いけどねって思いつつ、誰か着るかな、めいっ子とか。でこれはちょっと一旦残しとくわ。着るかもっていう手で、まあ、実家に送るでもありですからね。ちょっと待って、すごいいっぱい来てる、いっぱい来てる。なんかおかしくない？12だよね。うん、話し会できる。お母さん着ないかなこれ。一旦残しとくわ。次これなんだよ。うわ、デニムとか流したら可愛いけどね。それ中何着るの。でも白のキャミソール、甘い、結構甘い。でも可愛いなって思って形的に残してるんだけど、着るかな。今年でも一回も着てない。どう？そう、可愛らしい。去年一回着たかも。でも襟が普通に可愛いんだよね。
着るか。物によっては可愛いよね、合わせ方によっては、うん、でもこれは個人的にめっちゃ可愛いって思う。いや着る着る、これも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 着る、これ着ない、着ない、さよなら流行ったね、こういうなんかシンプルな服好きだったの大学生の時、うん、大学生ってさ忙しいじゃん、映りそう、この辺映ってんね、まあ、いっか。てか絶対これももういな着ないなってやつあるんだよね。流行りが終わった理由は何かあるの。これ流行ったの。え、私可愛いと思ったけど、え、まだ取っといていいかな。冬さニットの結構ペラペラよ、でも夏用って感じ。あ、でもこれとこれで大学行ってたよく。あ、いる、そういう子いたよね、うん、これかわいい。普通にかわいいけど今のあなただったら着なさそうだけどね。そう、だから取っといてるんだよね、うん、でも寒い、ほら生地ペラペラ。ほんとだ、なんか夏なんだよね、うん、着なさそう。着ないかな、珍しいね。流行ったんだよこれ、ヘザーで。好きだったよ私は昔、ね、2年前くらい、3年前くらい。あ、でもまだね、これなんか着てる、普段着てる用の服のとこから見てるから、まず着ない服、普段着ないボックスがめっちゃあるから、そっからどんどこどんどこ出てくるよ多分。どんどこどんどこ出てきますよ。これや。どう思う？着なさそう。捨てるわ、うん、着ないよね、メイクとかも着ない、着ないんじゃない、着ないよね、着ない、捨てます。ピーポーいってるわ。楽しい、みんなこれ映ってないから、ね、楽しくない。同じスカート持ってる、流行ったよねこのスカート。私だったら楽しくない私だったら楽しくないよ本当に。楽しくないかな、じゃあ。楽しいって着てる、うん、優しいね。スカートは、あ、これグレールの捨てていいかな。あ、うん、それ捨てないよ。買った、なんか染み付いてる、まだはい、捨てます、一旦買った、まだ、私のまだ買った、まだ、まだやっぱクローゼット映した方がいい、ダメだよ、着かないからやめとく、うん、全然顔映んない、うん、ごめんね、太りの着る着ない面白いよ。私は結構いいちゃんにね従って生きてるから日々この辺はでもまだ紫もある。てる、あ、でもそれ去年履いてたよね、よく履いてた、ね、でもやっぱ生地があれだからな、それ結構シワつきやすいなって思って、やめた方がいいよね。結局私真似して買ったらさ、うん、シワつきすぎて、うん、捨てたもん最近の断捨離で。私だから新しいの買います、うん、可愛いけどね、うん、捨てなくても、まあ安いから、グレールっていう通販めちゃくちゃ安いからね、うん、いいんですよ。あ、もうワンピースゾーンだこれ。これ買ったんだけど着るかな、まだ。え、可愛いって、グレール、これも、え、可愛くない、着るか。ワンピースやばい、でワンピースは本当にほぼいるんだよね。ワンピースよく着てるよね。え、うん、ワンピース、あ、誕生日の時のやつ可愛かった。誕生日、あ、スナイデルのやつ、うんうん、これも絶対に着ないから捨てるんだよ。あー、着なさそう、絶対に着ない。これはもう試しに買ってみたけど着ないので捨てます。
なんか一回も着てない多分。バズリンとかのやってるやつの方が可愛い気がする、うん、やっぱ昔はさグレールで安いからこれ買ってあれ買ってだったけど、一体何着あるのかって。服、うん、家にってこと。分かんない、どっちだろう。やばいよね、汗かいてきたもん寒いまで。でも冬服ゾーンもあるからね、うん、一旦ここは置いといて。1231日もやってるの。そうだよ、すごいね。よくこれでしょ。ワンピースは上げやすいんだけど、ワンピースは結構お気に入りのものが多くて、でも今こんだけハンガーが開きました。開けた方がパンパンすぎるよあれ、ね、だからいつか壊れそう、うん、と思って生きてる。次この下のブロックだね。もう終わり？いったね。収納買わないともう溢れてるから、うん、でもさ収納あるよね、あそこに。あそこは、あそこ全部レッスン着、ね、あーレッスン着か、うん、でも T シャツとかはいるから T シャツは残すでしょ。ちょっと待ってね、進んでるよ。私捨てる、いや今日お母さんと電話して秋服冬服を送ってもらったんだけど、そうこの家にあったものを送ってまたそれを送り返してもらおうと思ったんだけど、ほぼいらないものばっかり送ってて、私がお母さんもこれ着ないでしょって言って、うん、着ないねっていうものばっかりでした。これ部屋着に使えるかな。え、うん、可愛いと思う。変なもの、下着とかはないんで大丈夫ですよ、こちらには。あ、あれかわいい。一回も着たことない。何に合わせるの？わかんない。どうなんだろう。物は可愛いよね。物は可愛いけど着るかね。ここがゴムなの。でもオフショルなんだ。オフショルなのかな、違うか。でも一回も着てないってことはもう着ないかな。うーん、着ないかも、うん、でもチコだこれ。でも3年前くらいのチコ。3年前、どう思う？でも今着るしかないか。春とかだよね。あ、春かわいい。でも着なさそう、春とか。うん、でもだって3年前くらいか持ってて着ないってことは、うん、着なさそう。まあ一回取っとくわじゃん。で2年着ないのは絶対着ないと思う、うん、で1年着なくても絶対着ないと思うけど、ね、着ないと思う。なんかちょっとでも名残惜しくて私は1年捨てれなかった。2年経ったものは捨てた、ね、全部。そう、服って流行りがあるからやだよね。髪の毛、これは多分夏着ると思ったんだけどな。あ、なんかチコ好きです。これは多分着る来年いやこの服あること忘れてた。てか、うん、存在、うん、存在忘れてた。これ T シャツでしょ。なんかもうエピネが増えすぎた、うん、買いすぎだよ、うん、本当だよね。流行り、そうだね。いや洋服代にお金かけすぎてる。むしろ化粧品とかより。これレッスン着、これもレッスン着、これ T シャツ、これももう高校生くらいから着てる。ちょっと基盤できてるな、うん、捨てます。これは基盤、基盤で着てるの。うん、基盤で着てるんで捨てます。年季だね。もう袋は結構強く持たないと。これはそれ着てたよね。胸元開いてるので着ます。最近じゃないよ、ちょっと前、うん、こ
これ高校生の時に買った。着ないかも。して着なさそう。うん、ちょっと若い。これはだから誰も着なさそう。なんかオフショルとか、なんかめいっ子とかも服の好み分かんないんだよね。韓国通販で安かった。うん、韓国っぽい。うん。可愛いけど着なさそう。着ないかな、もう。服多すぎるよね。うん。今でもだいぶ減ってるよ。なんか似たようなの出てきた。ノースリーブ。なんかさっきと似てるんだけど。さっきは半袖だった。これヘザーだ。でもなんか丈がな。どう思う？絶対さっきのどっちかでいいと思うけどね。そんなボタンはほぼ一緒の。流行ったのかなこれの。でもノースリーブの方が可愛いのかな。一旦ちょっと保留、一旦多め。一旦ね。オフショルとかあんま着ないんだよね。確かに、うん、イメージない。これ自由で買ったやつ。おシアシャツの中に着てたけど、ね、うん、1枚あったらよくさそうだけど。でもしてます。してるんかい。勇気大事。うん、勇気大事。してます。こういう黒だけ取っとこうかな。うん、黒だけ取っときます。茶色は捨てます。さよなら。うわ、グレイル。これどうやって着ます？キャミ、なんかチャロペットの中とか。うーん、着ない。これ楽しい、みんな。楽しい。なんかこれもさ、ずっとあるんだけど、どうやって着たらいいんだろう。なんかのインナーに使えばいいのかな。着ないかも。うん、着なさそう。可愛いけど、なんかインナーで使えるかなと思って撮ってるんだけど、使うのかな。この使い方分かんなくて、うん、残してるってことは捨てた方がいいの、うん、してます。で白が多い。首元だけ出るやつ、服の時ってことか。うん、そうそうそう。私のことも断捨離してください。本当にどういうことか分かんないけど。どういうこと？これ今切ったのなんかほこりまるけなんだけど。あ、これはレッスン着とかだね。レッスン着ロンティー使う。これ部屋着。部屋着も多いよね。うん、部屋着も絶対整理した方がいい。うん、だって私パジャマめっちゃ捨ててよ。嘘。え、だって結局そんないらないじゃんパジャマって。うん、なんかすごい同じの。うん、同じの多い。バッカ出てくるね。いらない。うん、何着るのかこれ。普通にキャミソールだった。これは売ってる状態。ダズリン。可愛いけど着なさそう。ダズリン。もう着ないかな、これも。うん、こういうのいっぱい売ってるし、今。着なさそう。うん、最近そんな着ない。今もうこんだけある。髪の毛結ぼう。ダズリン可愛いんだけどね。いや、なんかメンバーとかにも寄付できるものじゃない。を捨ててる。寄付できそうならあげるけど。
寄付できる、寄付、寄付メンバーとかにもあげれるようなものじゃない。だいぶ減ったんじゃないかな。でも家に送るものも決めたいんだよね。でも結構秋服冬服も今結構捨てたかな。もうセカンドストリートとかあってもこれを持っていけないよね。行ったことあ、うんね、私一回こっち引っ越してくるとき行った一回だけ行った。それで嘘、その実家のやつを、うん、こっちに持ってきたの。違う、実家のやつを断捨離して、うん、実家から引っ越すって結構の断捨離になるじゃん、うん、から一回行ってみようと思ってやったら全然お金になんなかった、うん、なんないよね、うん、なんかでもしかも店によってこれは買い取れませんっていうところがあって、うん、なんかこの種類はであって、うん、何件かもでもなんかお小遣い程度、うん、ご飯はでもそのお金で行けたけど、なんかそれがちょっとめんどくさいなって思っちゃった。ブランド物とかじゃないし、そう車あったら別にいいんだけど。そうなんだ、あの車あったから楽だった、うん、からメルカリもちょっとめんどくさいなって思っちゃうから、うん、捨てちゃうよねこっち来たら。メンバーにあんだからメンバーにあげれるような服でもないそうだからなんだろう、そう別にメンバーにあげてもいいんだけど、あげれるようなレベルの服じゃないから。私ヘアゴムいつもなくすんだけど、どこ行くんだろう。ないか、ヘアゴムかけ作りなよ。なくさないよ、うん、なくさない、うん、よし、一旦これ T シャツとかでしょ。そう、レッスン着とか部屋にも多いんだよね。もう疲れちゃったもう疲れちゃった。なんかね、いらない人たちの箱もあるんだ。これは多分、うわ、いらないものばっかり。すごい、初めて見た。そのいらないものばっかりの箱。絶対いらない。これそう、どこのそれ、わかんない、なんかもらったんだよね。可愛いけど、いらない。誰かから。これも着ない、うん、流行ってた。流行ってたよね。めっちゃ流行ってた。流行ってたよね。大学それだったと思う。一日何人見かけるか。これ見て同じようなのまた出てきた。本当だ。してます。ナースちゃんにあげてほしい。いや、あげませんよ。だから本当にさ、違うのよ。あげれるような服じゃないの。もうほぼ年、なんか時代よね。これは、うわー、これ買ったな。うわー、着ないかも。着なさそう。うん。でも一個とか着そうかな。かわいいけど、それでも。流行ったな、これ。高校生の時から着てた。うん、私もそういうの買ってた。アンクルージュとか。ね。やっぱ時代だね、うん、着ないね。ね、もうこの年になったら、うん、めいっ子が欲しがりそうなのでこれは取っときます。めいっ子にあげます。これも着ない、絶対着なさそう。これは着ない。これも着ない。うん、でも本当にこう見ると花柄が多い。あ、やばい、破れちゃった。着ないね、うん、着ない。あ、もうニットになっちゃった。やば、ニットの季節だ。
それグレールで買ったんだけど着ないよな。うん、あ着なさそう。なんかちょっと思ったより安っぽかったんだよね。一、うん、回着て満足だったこれで。色も好きそうだもんね。一、うん、回着て満足だったから捨てる。破れてる。いっちゃんからもらったやつ。うん、着るそれ。わかんない。着ると思ってるけど。めっちゃ着てたけどねそれ。なんか大学の時超着てた。時代もしかして。時代かもしれない。一回今年着てきなか着なかったら捨てないよ。そうだね。全然捨てる。ニットだけもうハンガーかけちゃおうかな。ね、溢れてきちゃった。ね、本当に辛くなってくる。断捨離途中でやめれないか。うん。でも全部やった方がすっきりするし。そうだね。服届くんだからこれからまためっちゃ。うん。そう。展示会の。そうなんです。展示会の服めっちゃ届くよ。それアホみたいに届きます。めっちゃ届いてない。本当に。何着届くかな。6着くらい。靴含め6着以上届くわ。10着くらい届く。うん、トリートもさ、私1着しかまだ届いてないけど、うん、もう疲れちゃったよね。あともう一個箱がある。あれはなんだっけ。これ何？冬服かな。あーニットだ。よっ。これはタートルネックとかだから着ますわ。うん。これニットなんでこういう服をしまえばいいんだもん。うん。しまいます。しまった方が。もう寒いもんね。着ないよねこんなの。着ないよ。もう最悪に寒くなるよ。着ればいいけど。寒くなるよねもう。なんかなると思う。もう10月なんか去年の写真見ててさ、うん、日にちでどのぐらいから長袖着てたっけって見たら、うん、もうこの時期ちょっと長袖着て、ね、長袖着始めてた私。あこれ迷ってたんだ。でもなんか丈感微妙で一回も着てないんだよね。捨てます皆さん。持ってるような私も見たら、うん、大量。これはもう全部夏秋です。これはあのしまうやつです。全部袋もそれしかないの。あるまだまだ、うん、しまうね。もうこれは今年買ったザラのやつ。あすごいかわいい、うん、適当に畳んだらよくないかな。なんかでも結局もう一回洗濯したあの冬物。あ取り出してから2、3回回したかも。取り出して、うん、それはそう、うん、それはそう。これもノースリーブで着そうなので取っときました。しまいます。今断捨離して今しまってる状態です。お腹空いてきた。もう明後日かし明後日くらいに秋服が届くので家から。あそうですね。そうこれも収納しないと。これとかでも今年あんま着てないんだよ。紫好きだから取っとくけど、紫ってやっぱ服合わせにくい。ブレイブ見よう。なんか新作出たよね。そうなの。ツイッターで見た。グレール見てました。そう秋服来るまでに終わらせたい。ワンピースとかならあげれそう。メンバーにい
もその子は好まなかったらね。月見フォッカッチャって発売再開したの？そうなんだ。そう、再開って何？売り切れてたってこと？うわ、チャーハン美味しそう。どこ？王将？あ、チャーハンじゃなかった。全然違った、春雨だった。え、どういうこと？違う、チャーハンに見える。あー、見える。どっかのエビチャーハンめっちゃ美味しかったんだよね。え、これシワになっちゃうからかけといた方がいいか、こういうのは。こういうなんかブラウス系もめっちゃあるんだよね。これ今日の夜に終わんないわ多分。終わる、終わるかな。やだね、めっちゃ時代って変わるんだね、服の。うん、流行りか。今まだまだ、全然まだまだ、またまだ中のまだまだ。これ今年買ったけど着ないかな。それ買ったんだ。かわいい。あ、でもかわいくない？でもまだいっか、まだ希望あるよ。今着れるんじゃない？寒いっしょ。ちょっとあの昼日中あったかい日とか。夜はそんな外にいない日だったら。でもほぼ着てないようなもんだからな。もう、でも捨てた方がいいけどね。これ繋いでるのなんか。へえ。どういうの？どうやって着るんだろうそれ。伸びてきちゃったなんか。うん。いやそうだから。スナイデルだからって残すのも違うから。これ芋？芋コサクサ？わかんない。一旦第1弾終わり。袋もう無理。ミスドが11月で値上げするらしいよ。でも全部値上げしたよね、トイレットペーパーとかも。そうなんだ。そうだよ、円安になったからかどうかだって。あ、そうなんか値上げするって言うてた気がする。そうなん。全然やってないよ、まだ。全然やってない。全然やってないからまだ大丈夫。もうって言ってますけどね。まだいける。一人だったら諦めてそう。めっちゃ休憩しながらやった、疲れすぎて。うん。イライラしちゃうよ。そう。なんでどうでもよくなったけど途中から。うん、けどやんないと。やんないとだねこれは。うわ、これはなんか飽ききそう。手のひも。よいしょ。大杉福。大杉さんだよ。大杉さん、うん、めっちゃ服持ってるよ。なのに服ないって思っちゃうからね、怖いよね。佐川？あ、佐川だ。いいや、宅配ボックスか、不在費入れてもらう。あれかな、しかも服、うん、あれでも住人の人一緒にいて。住人の人あれじゃない、そもそも。おお、めっちゃ降ってくる。あれじゃない、展示会の服じゃない。
ちょっとありえる。だって10月上旬だもん。上旬上旬10月上旬だもん届くの。ありえるかな。絶対そうだよ。ありえるかもしれない。うん、服だわこのタイミングで断捨離してるタイミングでありそうだもん。ちょっと届いたかもしれない。ありそう。不代表入れても、あ、そっか、入れてもらえるか。うん、入れてもらえるから。服だ、おい服だわ、おい服。展示会っぽいね。展示会だよ。上旬って書いてあったもん。何の服だっけ、どれ、わかんない、いっぱいある。あ、そっちか。うん、トリートまだ着てないのある。ある。トリート全然着てない。あと一着ワンピースだけ着て。そのまま捨てないよ服。でも結構今ハンガー開いたけどね。それでまた冬服かけるから。ほら、めっちゃ開いた。うん、ママがさ、うん、佐賀に行ってる。え、ほんとだ。佐賀に行きたい。佐賀に知らないよね。佐賀の耳に知らない、うん、佐賀美味しいのにな、ね、ってあんま行ったことない。佐賀はない。あ、いや、まあ、あんまないけど佐賀系列まで行く、うん。ね、これ履かないんだけど。履かなさそう。いい、うん、さよならしてごめんなさい。ありがとうございました。だいぶ減ったっちゃ減ったんだけど、ワンピースがな。これこれいい、いい、もう、うん、あ、うん、一回着たけどこのワンピース捨てます。ちょっと透ける、うん、スケルトン、スッスッスッスケルトン。めっちゃ秋だな、これ。着ない、着なさそう。着てます。いいよ、いい感じだよ。いいよ、いい感じだよ。3分ぐらい映らなかったらバンされちゃうのらしいよ。あ、されてない、してないか。これめっちゃ秋冬服だわ。あれ、つけた。ここは絶対着るけど、この3つ絶対に着ない。絶対に着ない。あ、この3つ。あれ、真ん中の、え、それ可愛いじゃん。いや、短いんだよ。でも着るかな、これ。ブーツ履いたら可愛い。じゃあこれは残しとく。でも残す残す。これはね、え、それ可愛くない。うん、あー、それ待って、前も悩んでたね。めっちゃ可愛すぎるのよ。うん、言ってたわ。今年1回着ればお話し会とかで。いや、夏すぎん。あ、確かに夏すぎんこれ千織さんのさ YouTube でやってタグついてんだもん。うん、夏着ればよかったのに。可愛いじゃん。いや、 やっぱ着ればよかったかな。フレンチガーリーだからさ。可愛いよ、それ。22だとなってきたらきつくない。いや、来年22だよ。あれ、もう22。来年22。来年ギリ、うん、ギリいける。一旦ね、うん、若、私季節逃したわ、これは。
そのまま出せる。でもさすがに着れないかなと思ってたんよ。リボンなかったらいけたかも、ここに。あ、うん、だね、うん、そうだね、疲れちゃったそのチェックはいらないと思う、これはね、うん、これはもう着ないね、着たいと思う、みっこがあげようかな、なんかツイードみたいなやつはブーツ履いたら可愛い気がする、うん、でも長袖じゃないから寒いんだよね。ああ、まあね、一個行きだね。うん、いける、いける、頑張れ。あとちょっとでユキニさんのやつ始まっちゃう。本当だ、ね、終わろうかな。ええ、はい、でもかぶっちゃう。1時間やったよ。あれもうそんな、うん、7時過ぎくらいやったもん。そんな、あ、だったら結構、あ、でもそっか、袋2つぐらい、1個、今、2つ目断捨離できた。うん、ユキニさんのと被っちゃうからな。ユキニさんの YouTube ライブを、まだ7分、もう無理、もう無理。鈴木拓さん、ゆうなちゃんタイプだって。えいつの話。残りもうどれくらいとかない、めちゃくちゃあるまだ、うん、断捨離っていうか送るものと、え、でも捨てるものはほぼ疲れちゃうね。そう、疲れちゃう、休憩しながらやりたいから。でも結構捨てれたんじゃないですかね、だいぶさん、だいぶ減らせたんじゃないでしょうか。ちょっと休憩、ちょっと休憩、まあ秋冬も近いということで皆さん断捨離していきましょう、していきましょう。ふう、ではランキング見ます。13位りょうたアットマークとりももしさん、12位タランボさん、11位しんすけアットマークなとりどんさん、10位 MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、9位ロロさん、8位香港のケーキアットマーク7レンジアットマークなとりどんさん、7位まぼろしさん、6位クロケンさん、5位ひのちゃんの中心さん、4位大粒ちゃん、3位さだびさん、2位 YK アットマーク明日公演頑張ってるさん、1位マジックさんです。ありがとうございました。これからも断捨離していきますので頑張ります。ありがとうございました。